天理大学附属天理参考館は、奈良県天理市にある民族学、考古学系の博物館。主に世界各地の生活文化資料、考古美術資料を収集、研究、展示するほか、所在地に広がる古遺跡の発掘調査を行う、博物館法における、博物館相当施設である。1930年4月25日から4月27日に、かけ、 天理中学校にて、品風俗展覧会を開催。その後展示した資料を、天理外国語学校本館に移し、海外事情参考品質としたのが、天理参考館の起源である。その後、1955年天理教の巨大建築、親里館方の、東左第三棟4.5階への移転等を経て、2001年に、同南右第一棟に移転し、現在に至る。 館内は地上3階建て地下1階の4階層にわたっており、1階2階に世界の生活文化コーナー、3階に世界の広古美術コーナーがそれぞれ設けられている。展示されている物品には文字通り世界各国から集められたものが多くを占め、そのコレクションはアイヌ文化からインド、ボルネオ、パプアニューギニアにまで至る。これら常設展の他に企画展、 スポット展も定期的に開催。東京の天理ギャラリーで天理ギャラリー展も開いている。地下1階の研修室では、来館者に館内の資料について講義を行うトーク参考館を定期的に開催しており、入場料を払っていれば無料で聴講できる。講師は学芸員で構成され、これまでインドネシアの瓦原家づくりや、 大和王権を語るをテーマに講演が行われてきた。その他出版物に、天理参考官図録、大和のほくら天理参考官、天理参考官資料を語るなど、館内天理参考官、そのほか遠隔、埴輪男子小座像マイナス国指定文化財等、データベース埴輪武装男子、立像マイナス国指定文化財等データベース、これらの同郷三面は、森屋コレクション急増であり、 1935年8月3日付で重要美術品に認定されている。認定告示は昭和10年8月3日文部省告示第269号。同郷の名称、寸法は以下の文献による。ありがとうございます。